ジョニーウー。ハロー皆さん、ジョニーです。先日のイロハアニメバージョンの変身シーンを見ましたが、まあ自作なんだけど、なんと本物の変身シーンと同じ変身シーンを作りました。まあそれは当たりですね。まあまだ見てない方はぜひ見ておいてください。すごく良かったと思います。では早速、イロハの変身をちょっと見ていきたいと思います。なんと、海外版のイロハの変身シーンと、日本版のイロハの変身シーンと、ちょっといくつの違いがありますね。で、ちょっと見ていきますね。で、まずはですね、すぐわかると思うんですけど、海外版の方は、なんと葉っぱが出ますね。まあ、それ以外は、ほぼほぼ、違いがないんですね。まあ、C で言えば、もう一箇所に違いがあるんですけど、それは最後の画面ですね。まあ、一つはタップスクリーンになるんですけど、もう一つはタッチスクリーンになりますね。まあ、あとはそこの文字の位置が違うんですね。それぐらいかな。どうでしょうか。みんなはどっちの方が好きですか。よかったらコメントに書いてください。それでは次のビデオでまたお会いしましょう。